アホチン2連敗、石田が全てや。満場一致で石田なんかいらないってだけの試合負け試合で中継ぎ浪費する監督は知らん。ワウワー月間 MVP おめでとう。弱すぎて草生える。ウォーオードラゴンズ、ワウワー理論なら BBK は良いから下振れだな。石田 FA 先でもお元気でまた巨人にもらわれるといいね。2試合続けて2点しか取れない打線が悪いよ。打線が、石田はソフバンで頑張れ。マキサー初回の場面で打点上げてくれよ。ホームランは良かったけどさ。中日やるやん、そのまま頼む。マーカツなら明日しかなかったやろ。2連敗は想定内や。さよなら石田、せめて笛先には迷惑かけるなよ。中日勝ち越し岡林タイムリースリーベース。中日勝ち越しやライマルやし勝てるやろ。マジで勝つおらないな。クソ雑魚やな。チームも投手も打線もキモいピッチングだけど、なんとか最低限に抑えるやつが普通に炎上したらもう消えろって感じですわ。ビジターこれなのにハマスタだけ以上にチャンスに強いの。ハマスタでサイン盗みしてるのか気になるレベルなんやが。中日が勝つなら今日は許したる。石田中継ぎで調整しようぜ。残り使えるところまで利用しよう。ご視聴ありがとうございました。